い、良い子のみんな。お相撲は親お茶のお兄さん、ジャニー北川よん。チェーキというわけでございまして、思わず BBC で思いっきり過去の性癖を暴露されたザーマスはよ、私ったらどうするのかしら、落ちんでるのにどうするの、中曽根康弘ちゃん、あの世でどうしましょう、私たちどうしよう、どうしよう、どうしようかね。そういうわけでございましてですね、蛇蔵のお待ち遠さま、大相撲今日の親お茶ね、このクソ声だめやろ、ちくしょこの野郎、てめえらこの野郎、落ちにやがれ、くたばりやがれ、てめえら死んだらこの野郎、墓にクソ小便ぶっかけてやらって、そういうこと言ってはいけないザーマスはよ、お丁寧にするザーマス、今場所こそは私お上品になるわ、もうお尻貸してなんて言わないね、もう絶対そういうこと言わないわ、というわけでございまして、ラジオ配信でございます。さあ奥様、何があるの、何があるの、何があったの、親お茶、親お茶あったんでしょ、この豚野郎って、そういうこと言ってもいけないわ、というわけでございましてね、一体何があるのかしらね、オープニングで、お話しするザーマスはよ、というわけでございます。さあ奥様、お久しぶりザーマスはね、さあ番組スタートするザーマスはよ、今日もお耳とお目目お借りするザーマスはね、さあそれでは番組スタートするザーマスはよ、よろしくどうぞ。はい、そういうわけでございまして、改めましてお、こんにちは、あのヘビリンザーマスはよ、さあご無沙汰してたザーマスはね、さあ一体今日は何があるのというとですね、今週の日曜日ですね、3月の10何日 ?12 日ザーマスはね、12日になりました。12日の日曜日から、令和5年大相撲春場所っていうのが始まるんザーマスはよ、またやるんザーマスはね、この豚野郎どもって、そういうこと言ってはいけないわ、というわけでございます。さあそういうわけでございましてですね、さあその中でですね、幕の内の割が今日出ました。21番出てます。ちょっと確認しておきましょうね。はい、よろしいですかこれね。はい、ちょっと汚い字でごめんなさいって書いてるんざいますよ、ね、汚い字でごめんなさいね、ほんとヘビリン、頭も悪けりゃね、字も汚い、おまけにインポでどうしようもないってわけでございます。さあそんなのほっといてちょうだいってわけでございます。さあそれでは言っていきましょうね。はい、21番あります。はい、水戸龍くんに朝乃山ね、こっから始まりますね。千代翔馬に剣翔、北青鵬に、王鵬、金峰山に武将や武将山、大翔鵬に琴恵光、輝に、宝富士、東龍に隆の勝、妙義龍に、錦富士ね、ここね、はい、葵山に、平戸海、ここまでが前半なのかな、そして後半が、一山本に、ピンク芸、あ、裏ですね、はい、大変失礼しました、その次北東、北斗富士にハイブリッドは高安ですね、はい、お茶漬け、あ、違った、遠藤に、佐田の海、はい、おきょっぽちゃん、あと琴勝峰に緑富士、さきちゃんに、立浪のブサイク、ブサイクじゃないね、明生、はい、大栄栄店じゃなくて大栄翔に、錦に、はい、JA に、3代目の琴ノ若、ね、はい、SM 野郎じゃなくて、なんて言ったっけ、これ、若元春に、打体野郎、竜電ですね、はい、ネスレ利権じゃなくて、霧馬山に、ヘズマ、はい、東農大に、おいっこちゃん、親お嬢ですね、性欲野郎にワッシー君、そして結びの一番が、岩崎弟君とヤクルト君になっています。さあ、いかがでございますでしょうか。まあ、この中で見るとですね、まあ、この赤い風に丸を書かせていただいて、この辺が、親お茶するんじゃないのっていうわけでございます。ね、もう JA 君なんかに至ってはですね、話を聞いたところによりますと、山科っていうね、年寄り名跡を買わなきゃならないってことでですね、お金が欲しい、お金が欲しい、エッサ欲しさ、エッサ欲しさ、そしてですね、この3代目の琴ノ若君はですね、もう黙っていても、次の佐渡ヶ岳の名跡は手に入る。だってパパが、おじいちゃんが佐渡ヶ岳だったんだもんって、こういうわけでございます。さあ、そうするとお金が欲しい JA ちゃんは売らなきゃいけませんというわけでございます。あとですね、まあ、丸い、書いてませんけども、岩崎弟君とヤクルト君ね、ヤクルト君は綱取りという噂になって、噂じゃないザーマス、これ事実ザーマスはね、優勝および、優勝に準ずる、まあ多分もう13勝以上14勝ぐらいの優勝じゃないと綱は取れできないザーマスけどもね、こうなんとこの2人、埼玉栄高校山田監督、山田監督ね、もしもし山田ですってこうなるわけザーマスけどもね、ここでお金で120万でお買い上げ、ありがとう浜村淳でございそうじゃないザーマスは、よろしいザーマスはね、そういうこと言ってもいけませんね、というわけでございまして、このようになっていましたね。そしてですね、重量の方のですね、
親尾町もですね、幕下の塚原と新十両の落合とか、あとこのやばいですね、この老賀と大昌磨なんていうの、この辺もちょっといやらしいザーマスはねというわけでございまして、まあ、この辺もですね、まあ、あのブログ等に書かせていただくザーマスし、何ですか、YouTube のコミュニティ記事にも書かせていただいております。いかがでございますか。それとですね、まあ、今場所そうそうお客様テルピーがまたお休みするんですって。まあお客様いかがザーマスの、まあ本当にお膝もお糖尿もですね、もう大変ザーマスは、もうね、お C 型肝炎もですね、もう治らない、治らないね、今度出てきてぶっ壊れたらもう引退するしかないわ、引退したら大変よって今度相撲協会がストップかけるんざます。なぜかって言うと今横綱1人ね、横綱1人で持ってきてテルピーがこれ急に引退なんかすると、これヤクルト君がなんとかこれ横綱に上がってもらわないとどうしようもないってわけで、これ協会もこれ横綱を作る、大関を作るね、今度これヤクルト君が横綱になったら今度大関がいないってわけでございましてですね、これなんか知りませんけど、これ相撲協会の勝手な判断で、あの番付には大関がいないとダメ、まあ大関というのはこの大関取って意味なんでございますけどもね、大関取がいないとダメということで、まあどうなるのって、お横綱がいなくても大関がいたらいいって話なんでございますけどもね、じゃあ、ヤクルト君大関にしといてずっとそのまま保留にしておくのとかっていう形になるじゃないですか。ここも興行が厳しいところ、まあはっきり言って世代交代に失敗したというですね、このバカ協会というわけでございますね、いかがでございますでしょうか。そしてですね、まあ、今場所もですねヘビリンですね、この初日をやら、あの初日のまず割をお話しさせていただいて、そしてまあ2日目から3日目4日目とですね、またいつものようにマンネリザーマスよ、マンネリザーマスけどもお話しさせていただこうかなと思いますけど、お客様いかがザーマス、続けてって言うんであれば続けますけど、もうヘビリンの話飽きちゃったって、同じマンネリでってドリフのコントみたいってなったらですね、もう引退させてくださいザーマスはよね、だん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 このザーマスの分かりやすい再生回数とかね、あのこのおチャンネルの登録とかがどん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 減少していくというですね、この惨めったらしい、この恥ずかしいね、まるで、氷川きよし、そうじゃないザーマスはよ、よろしいザーマスね、そういう状況になっているザーマス、ヘビリーにとっても寂しいわっていうわけでございます。私はゲイでもホモでもありません、よろしいザーマスはね、普通の男性ザーマスはよ、ね、でも私の場合はオカマザーマスは、実は私実はオカマなの、許してちょうだいねってわけでございます。さあそれでですね、今日のお相撲よもやま話ということでですね、何かありましたかっていうのはですね、なんとはい、あの今ね冒頭でもね、ジャニー北川よんってお話しさせていただきました、私はジャニー北川ですじゃないザーマスはね、これがですね、なんとあのイギリスのですね、お客様ご存知かしら、あの公共放送の、あの公営放送のね、BBC っていうテレビ局があるんですけども、そこでですね、ニュースやってるんです。3月7日だったかな、報じられたんです、ジャニー北川氏の性加害ってですね、元ジャニーズジュニアが顔出しで衝撃告白、これを我慢しないと売れないからっていうですね、その辺があったんざますわよ。でですね、これまあ具体的に言うと何かっていうとですね、イギリス時間の3月7日の午後9時です。英国のね、国営放送の BBC2 のゴールデンタイムでですね、1時間の番組が放送されました。タイトルはですね、プレデター The Secret Scandal of J-POP、まあ、プレデター J-POP の秘密のスキャンダルということですね。ここでプレデター捕食者として名指しされている人物が、それは2019年に、亡くなられたですね、ジャニーズ事務所の創業者、ね、ジャニー北川氏、去年87歳でした、ね、You、うちへ来るとの誘い文句で少年たちをですね、合宿所や滞在するホテルの部屋に招いてですね、行為を繰り返していた。何の行為、何ざますかしら、ね、もう本当に私募集中ってこうなってるわけざますけどもね、キャンペーン開始のですね、1999年11月、ジャニー氏と事務所はですね、当時のね、何ですか、週刊文春、文芸春秋さんかなに対してですね、名誉毀損の損害賠償を求めて提訴してですね、審理ではですね、ジャニー氏本人や記事で証言した少年2人もですね、出廷したんですね。そしてですね、まあ、このマスコミ、この報道ではですね、ジャニー氏の性虐待についてこう報じられたんですね。原告の北川氏が、セクハラ行為を繰り返している記述については、いわゆる真実性の抗弁が認められて、かつ公共の利害に関する事実に関わるものであると、ジャニー氏の性的虐待を認定して名誉毀損には当たらないとしたんですね。ところが重要視されたのがジャニー氏の証言でした。少年たちの性的虐待についての告白に対してですね、法廷で彼たちは嘘の証言をしたということを僕は明確に言い難いですと述べた
述べちゃったんです、アマゾンはね。その後ジャニーズ側は最高裁に上告しましたけども、2004年2月に上告を棄却して、高裁判決が確定したんですね。でちなみにですね、私の知ってる知人がですね、なんとですね、ジャニーズと同じマンションに住んでるんですよ。でね、私もねそこのマンションに何回か行ったことあるんですけどもね、ジャニー氏がジュニアたち3人と楽しそうにエレベーターで上がっていったの見ちゃったんです。でね、びっくりしたのは次の日にね、同じメンバーとジャニーさんがねエレベーターから出てきたんですね。あら、お泊まりだったのかしらって思っちゃったんですわよ。でね、ただお客さんもこれちょっと考えてざます。これね、イギリスの方で報道されたけど、日本の報道では全くうんともすんとも言わないざますわねということで、2022年度にですね、報道の自由度はですね、日本はなんとランキング71って、もう非常に先進国で最下位なんざますね。これはね、原因はですね、大企業の影響力が、メディアにですね自己検閲をですね即す風潮だとされてるんです。企業にとってプラスにならない情報の報道をジャーナリストやメディアがですね自主的に控えてしまうんざますわよ。でね、ジャニーズはまさにこれに該当するんざます。でね、ちょっと古くなりますよ、1988年元フォーリーブスの北浩二さんはですね、ジャニー北川さんのですね、性加害の、ね、実態を記したですね、光源氏へというですね暴露本を出版したんです。でね、衝撃的な内容だったんですけどね、暴露本も裁判にあったのに一切テレビ等で報道されないことが不思議でしたけどもね、あればジャニーズ事務所の力でねじ伏せていたんですね。これ有名な話ですけどね、知らない人も結構多いのでヘビに驚いたざいますわね。先進国で最低レベルのマスコミの実態が再度明らかになったっていうわけだ。そしてあのジャニーズ事務所のメイリーさんがですね、こういうもん言って、しょうがないでしょ、弟は病気なんだからとこうやって言っちゃったざいます。ヘビリも病気かしらというわけでございます。で、業界挙げてのお金儲けの構図が出来上がってしまっているわけですから、メディア側もジャニーズが衰退しないことには声を上げません。何につけてもね、黒船が来ない変わらないとね、あのなんざますの、もう変われないのが日本ね、エンターテインメントで世界に通用しないはずなんざますわよね、よろしざますというわけでございました。そんなこともあって、そしてですね、もうまだまだね、随分あの1時間もやったざますけどもね、今度ここでもね、あのこの件のお話については東京高裁ね、さっきお話したでしょ、ね、高等裁判所でね、性的虐待を認定したんざますわよ。で、ね、最高裁は上告を棄却して2004年には判決は確定してるんです。ね、ジャニー氏がゲイで昭和の4人組グループの1人でそういう関係にあったことは、その彼の自伝でも、ね、知っていますけども、それはもうね40年も前のことさますね。当時は多少なりとも衝撃的だったですけどね、同性愛者の存在は知っていたから、まあ実際にはそういう人もいるんだなと思ったぐらいでですね、それが性加害になるという受け止め方はみんななかったんです。でその後はタレントにそういう行為をしたというのは聞かなかったんですけどね、裁判の話では表に出ていないんじゃないのって。で、まあマスコミなんかも載せたの、女性週刊誌や週刊ポストや現代を載せなかったんじゃないの。当時はね、あの大手の新聞なんかは単なるスキャンダル扱いで報道しなかったんですけどね、そういう行為が性加害であるということは、考え方は最近のことですから、ね、BBC の放送に対しても過去の話で本人は死んでいるということで重要視していないんじゃないのっていうわけでございます。で、挙句にですね、この他の芸能事務所ね、バーニング系はだんまりしてますよね、マスコミと一緒じゃないの。あの川田亜子さんの時ね、あの何ですか、講談社も文春も含む全マスコミがね、交際相手の K ダッシュの幹部の話を垂れ流してですね、芸能ジャーナリズムなんて存在しないというのがよく分かってしまいましたね。そういうのよろしかったざますかしらね。まあいろんなことがあって、そしてね、あの官僚とアイドルと芸能事務所という部分もね、あのポイントで押さえないといけない。誰がどこから BBC へリークしたかって、こうなる。まあ大体見当つくざますはね、よろしい。そしてですね、日本のメディアは真実を流さないと騒ぎ立てている人間もいたざます。騒げば騒ぐだけ喜ぶ輩がいるから、戦時下では軍に物言えず提灯記事ばかりしてたざますはね。そして戦争に負けて日本のマスコミは80年前から何も変わっていない。これに限らず巨悪には忖度して報道しないんざますは。海外から見たら北朝鮮と変わらないざますはね、ミステリアスな不思議な国だなって言われてるざますはね、理解不能でしょうね。そして統一教会の件もなかったことのようにスルーして選挙してるざますは、自民党大丈夫かしら、また撃たれるざますはよってわけでございます。そしてですね、記者クラブという名の利権団体、これなんかまたざますわね。日本のメディアというのは英国人が考える報道機関とは全く異なる論理で動いているということざますよ。記者クラブという名の利権団体が諸悪の根源ざますわね。死人に鞭打つのが忌み嫌われる社会なのが日本ざます。日本は同じノリで一部の人に熱狂的に信奉されていた小泉純一郎ちゃんや安倍晋三ちゃんのことを BBC が報じられ、ね、もう悪口の嵐が吹き荒れるでしょうけど、でもイギリス人とね、他国民に触れたらですね、血圧が上がる話題が日本よりも少ないと言いながらもザーマスはね、英国王室なんか虫
ちゃくちゃやってるざますけどもね、まあ、もしくは面の皮が厚いのかなって、まあ、イギリス人結構面の皮厚いざます。ヘビリンもね2年ほどイギリスにね留学っていうか留学してた時に随分イギリス人って面の皮厚いなと思って見てたざますけどもね、まあ、それと同時に、まあ、ヘビリンが言いたいところっていうのは日本のジャーナリズムなんてのはこんなものっていうのは、まあ、今ここねヘビリンお相撲と結びつけたとします。そうするとね日本相撲協会ちゃんっていうのはねもう本当にあの戦前から戦後からそしてここつい最近で見るとねもういっぱいありましたざますでしょ。時津風部屋の殺人事件だの野球賭博だのねもう本当にもう最後親王朝に至るまで、そしてつい最近では白鵬ちゃんがね主導になってなんだかモンゴル人同士の同胞のどつき合いとかってのがあったざます。それでも全部隠蔽してやってきた。あの後ろはなぜかっていうと政治家の先生たちが後ろで講演会でくっついてその政治家の先生たちっていうのはねその講演会のメンバーから票をもらって選挙に勝つってそのやり方ざますから絶対に相撲は潰さない。でそれで挙句に公益財団法人に認めちゃったっていうわけでございます。ざますはねそういう閉鎖的な要因っていうのはざますはねでお客様ねこのお相撲ってのはそもそも芸能なんざますはよ。よろしいざます。これ新聞とかにスポーツの欄で載っけてるからスポーツなんですけどもともと今度はもう芸能の親王朝ねお芝居豚芝居なんざますけどもね。でメディアっていうのはですね相撲もそうですよ相撲も記者クラブってあるざますそこはもう利権団体ね。まあいろいろねメディアっていうのはこれ情報をもらってます、ね、ですからね持ちつ持たれつになるんですね。で例えばこの強い芸能事務所っていうのはメディアは芸能事務所が悪さをしても黙っておくことで普段の仕事の円滑を図ってるざます。これが基本ざますわね。でもテレビの場合はテレビ番組に不可欠な人気タレントを、ね、事務所が抱えていれば報道部がね問題を取り上げようとしてもエンタメ部が番組作りに支障が出る。エンタメ部っていうのはこれ相撲なんかもそうざますわよ。相撲の方もその制作部があるざますでしょ。でその相撲中継に支障が出ると待ったをかけることになるざます。これが第二要因。そして電通や博報堂など広告代理店これね懸賞金って言うのは広告代理店が引っ張ってくるんざいますわよ、ね、広告代理店の都合がそれに介入すると大物ほど手が出せないアンタッチャブルな存在のこれ政治家の連中ね先生たちざいますわね。でこれが第三要因、ね、それにメディアの発達前からある反社、ね、お相撲協会ヤクザと思いっきりつながってるざいますでしょ、ね、そしてこのヤクザと芸能の癒着政治の言論介入の要素が絡んで身動きが取れなくなってるざいますわね。メディア不正の実像ね、簡単な解決策はなくて、ね、テレビ等のオールドメディアと呼びネットを持ち上げるのは、まあ、ただのバカなんざいますけどもね隙間をつくような努力では、状況改善はできないというふうに思ってというか感じてるんざいますけどもいかがでございますでしょうか。ちょっとつらつらと早口で流行った喋ってしてしまったざいますけどもね、まあ、お相撲というのは芸能の親を超豚芝居そして、まあ、お相撲というのは必ず、まあ、NHK さんの方で作っている制作部っていうのがあるざますよね。これただ勝手に流してるわけじゃないざます。箱の中でちゃんとカメラ通してるわけざますからね。その関係している人間がいるというね自分たちの都合の悪いことは絶対に黙っておくことで普段のその相撲のね関連の相撲利権の仕事の円滑化を図るわけでございます、ね。まあ、そういうふうに復習をしていきながらね、まあ、今場所も見ていくざますかしら。そして話は戻りますけども、ね、一番、ね、相撲に絡んでいる政治家の連中例えば相撲議連ね、相撲議連の先生たち、ね、竹本議員だとか、ね、あと何ですか平沢勝栄ちゃんとか、ね、あの辺の人間たちみんなお統一教会に絡んでいてるざますはねお金もらったり協力してもらったり、ね、そしてお統一教会に良かれと思う方向に、導いていった政治力の力でっていうやっていたざますはね。でそんなことが関係しているお相撲協会、ね、いかがなものかとってなってるわけでこんなとこに公益が必要なのってこういうふうになるわけざますけどもいかがざますかしらねというふうに見ておくと今場所も面白いんじゃないかしら。ね、誰の谷町をしているざます。よろしいざます。大学のお相撲部の利権それともお朝鮮の何ですかね馬主の利権ね暴力団の利権ね反社っていうのかしらねそういう部分の利権ね。そして必ずねお客様の中でねこういうふうにおっしゃいます。相撲協会なんとかならないのかってんです。こういうねおコメントでご質問を受けます。ヘビリンこれだけ一つお答えしておきます。今の日本の中で解決法がないからこのままずっと続いてるんです。じゃあヘビリンが、ね、偉そうにヘビリン言ってるのかってヘビリン偉そうなことばっかり言ってるじゃないお釜のくせしてあらごめんなさいってこうなるわけじゃない。じゃあ一体どうするのって答え簡単一つです。相撲協会から公益を剥奪して解散させればいいんです。それだけなんです。でもそれができませんでしょ。じゃあどうしてできないのって言うと今ずっとお話ししてきたことがあるから解散ができないんです。公益を剥奪できないんです
ね、まあ、そこも考えていきながら相撲というものを憎しみつつですね、こんなもの日本からなくなれと言ってですね、やっていきながらまたヘビリンも出て、今場所はヘビリン大阪まで行って凱旋車乗り付けることはしません。でもちょっと時間を見て、もしかしたら国技館前で凱旋車乗り付けて、凱旋ぶってやろうかなってやろうか思ってますけども、ただ誰もいませんからね、国技館に行っても今相撲協会の職員がね、お相撲さんも誰もいませんでしょ、大阪で興行してるんですから。ですから5月かなというふうに思っております。いかがなものでしょうか、というわけでございます。さあ、いいお時間になりましたということでございましてですね、今日はお相撲とジャニーズ芸能ね、そういう部分を考えてみたざますわよ、この初日の終わりから見るね考察を、展開してみました。いかがでございましたでしょうか。はい、それではですね、ご挨拶しておきましょうかね、今日の講義はね、これにて終了ざますわよ。はい、それでは、姉ちゃん、姉ちゃんは、まあ、また場所が始まっちゃってね、大変ざますけども、いかがなものかと。そしてですね、優勝力士の件ですけども、ちょっとお待ちください。まだね、相撲賭博のね、本職役団の皆様たちがですね、まだ集計してません。集計してません、まだ。まだかけるね、オッズがまだまだちょっと締め切ってないそうなんざますけどもね、ですからちょっとまだ集計してませんので、ちょっとお待ちくださいざますね、お客様ね。はい、まあとりあえず姉ちゃんね、場所始まったからね、明日の土曜日は飯食いに行くざますわよ、お食事用意しといてくださいざますわ、もうまあまあ待ってるわってこうなってるわけざますけどもね。はい、その次ですね、川原さんお元気ですか、おこんにちは、暖かくなったざますけども、そちらはいかがでございますか。今日の都内は暖かかったざますわよ、お昼なんかはね22度ぐらいまで上がったざます。もう学校にいてもね、教室にいても暑かったなーなんて思いながら、ちょっとねさすがに半袖になってやることはないざますけどもね、上着をちょっと脱いで、歩いていました。川原さん、まだまだね、来週からちょっと週が明けたら少し寒くなるんだそうですからね、暖かくしてお過ごしください。また場所が始まります、まあ、もしお手すきであれば、お付き合いをいただけたら幸甚です。はい、そしてですね、 TK 様、いつもいつもありがとうございます。場所のない時もですね、いろいろコメントを頂戴します、本当に感謝申し上げております、いよいよこのように場所が始まりました。はい、また、15日間しつこくしぶとくね、ねちっこーくねやるざますけどもね、お付き合いをいただけたら幸甚です。はい、松千山様おコメントありがとうございます。また15日間始まるざますね、川端会長、大串副会長どうなるんざますかしら、幕下だの3段目だとか2段目だとかでやってるんざますか、ね、またね、ほんと幕下の連中も一体何をやらかすか、ね、もうこういうふうにして見ながらですね、この親尾町豚野郎ってそう言いながら、そういうこと言っちゃいけないざますか、そうやって見るのがまた楽しいんじゃないかしら、というわけでございます。さあ、15日間お付き合いをいただけたら幸甚です。はい、その次ですね、小よって先生、いつもおコメントありがとうございます。行っちゃいなよってね、行っちゃいなよってのは、行っちゃうって どこが行っちゃうのってわけでございましてですね、まあいろいろあるざますけども、さあ小よって先生、また今場所も日曜日から15日間約2週間ですね始まるざますから、もしお手すきでお仕事がなんですか、ちょっと お時間の空いてる時、まあたまにヘビリンの見てやろうかななんて思った時に、ちょっと お目を通していただければですね、幸甚でございますんで、どうぞよろしくお願いを申し上げます。はい、そして、森子先生、いつもいつも貴重なおコメント、そして、このお相撲に関するですね専門的な観察力、そしてご考察を賜って誠にありがとうございます。感謝申し上げます。いかがですか、大器晩成、まあ、森子先生は大器晩成の器の、ね、方でいらっしゃいますから、私もですね期待をして、見ておりますが、順調に進まれてますか。まあ最初からねいきなり飛ばす、ね、スピード全開っていうのはね、大変ざいますかね。最初はスピードゆっくりでいいざいますわよ。シフトね、ロー、セカンド、サードぐらいでね、そしてここ一番になったらねトップ、そして、オーバートップって4速5速に入れてですね、グッとアクセルを踏み込むという。でね、相手をグッと抜かしていくっていうね、コーナーはもう2速まで減速して、ね、スーッと軽くスローインファストアウトっていうふうにですね、抜けていくとよろしいざますわね。まあ森子先生、また15日間始まります。ご多忙のことと思いますが、まあお休みの時などですね、ちょっとお手すきがあったらこちらの方をご覧にお越しいただいてですね、貴重なおコメントをですね賜われたら小生非常に幸甚でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
他にもですね、たくさんのおコメントを賜っております。誠にありがとうございます。ちょっとですね、もういい時間になりました。時間の関係上少々割愛をさせていただきますことをひらにひらにどうぞお許しを願いますことをどうぞよろしくお願いを申し上げます。さあ、それではですね、エンディングに入りましょうか。はい、エンディングでございます。花田勝氏がいよいよやっぱりまた春場所やっちゃうのね。これまた本当にこのバカどもは本当に何考えてる。お客さんどれぐらい入れるのかしら。9割ぐらい、全員は入れませんでしょ。まだ政府がそれ許さないざますもんね。9割方だか8割方だか入れてやるんざますけどもね。まあなんだか大阪の人たちはお相撲にね、見る目が非常に厳しいざますからね。もうどんどんヤジを飛ばしてですね、もう二度とお相撲取れたくなるぐらいまでですね、心が折れたわってぐらいまでやるといいざますわよね。本当に大阪のお客様期待してるざますわよ。というわけでございます。さあ、他にもですね、いろいろと何ですか、もうお相撲もね、とにかくなんですの、この佐藤君、ヤクルト君がですね、綱取りということでこれ盛り上げようとしてますけど、この全然盛り上がらないという現実。まあそれどころかですね、もう国民がですね、もうお相撲に対して興味を持たないというですね、これ非常に大変よろしい出来事かなと思っております。そしてですね、ヘビーも今場所は相撲協会をぶっ倒すとかってやってくざますからね。よろしいざますね。そしてまたどこかでヘビリンがまたなんでざますのヘビピー、またこうやって姿を現すとね、お客様喜んでいただけるのかしら。もういらない、もういらないって言ってちょうだい。もう私さっさともういなくなるわ、引退するわ、こんなところから。もう YouTube なんか私だけらないの実はって言いながらですね、まあこうやって趣味でやっている今日この頃、いかがなものかと。花田勝氏がね、ちゃんこは部屋で食べるものとか言いながらですね、まあよろしいざますかしら、ね、そういうわけでございまして、また私が殺されなければね、初日お会いいたしましょうね。それでは皆様ごきげんよう。さようなら。